こんにちは、粟田洋介です。忙しくて絵を描く時間もない方も多いのではないでしょうか。でも絵が描きたい、そんな気持ち私にはよくわかります。でもまあ昼間忙しいけど、1日が終わった夜に30分とか1時間もしくは2時間ぐらい絵を描く時間が作れるという方もいらっしゃると思います。でも夜遅くなると疲れていますよね。特に忙しかった日であれば、1日の終わりはもう疲れて何もする気が残ってないのではないでしょうか。絵を描くアイデアを考えたり、クリエイティブな頭を使うにはかなりのエネルギーを使います。だから疲れている時はアイデアも出にくいでしょうし、なかなか筆も進まず満足できる作品もできづらいと思います。なので疲れている時は疲れていてもできることをすれば良いと思います。全ての人に当てはまるか分かりませんが、私の場合、絵を描く工程や作業、頭の使い方には疲れていてはかなり難しいことと、疲れていてもできちゃうことがあります。その疲れている時にもできちゃうことをするのが、今日お話しする疲れている時に絵を描く方法です。その方法に気づいたのは今から10年ぐらい前のことです。その頃昼間忙しくて夜に絵を描いていました。その頃は線で絵を描いてから色を塗るといったスタイルでした。それで疲れている時は線で絵を描いていって、その形だのモチーフだの構図を考えていくっていうのがかなり難しくて、あんまりいいアイデアが浮かびませんでした。でも色を塗る工程では疲れていない時とほとんど変わらないぐらいに色合わせのアイデアが浮かんで、問題なく絵を描くことができました。ということは、私にとって色合わせなどを考えるということは疲れていてもできる工程ということになります。なので疲れている一日の終わりに絵を描くときは、色合わせなどをする工程をやるとか、なんか色以外の構図は割と簡単な夜でも考えられる程度のもので、で色をメインにした絵を描いていくとか、そういった描き方をするのが向いているということが分かりました。逆にモチーフなどの構図がたくさん出てきて、そういうことにアイデアを使うようなことは日中頭がフレッシュな時に描くことが私の場合は良いということですね。どんな作業とか頭の使い方が疲れている時や疲れていない時に向いているかは人によって違うと思います。だから自分が疲れている時に何ができて何ができないかを知って、疲れている時間帯は疲れていてもできることをして、疲れている時にできないことは頭がフレッシュな日中にやるということが効率の良い絵の描き方だと思います。なので疲れている時にいろんな手法で絵を描いてみると、疲れていてもできる手法というのが見つかると思います。なんですけど、1枚の絵を描くにはいくつかの工程があって、疲れている時にできることもあればできないこともあると思います。だったら頭がフレッシュな時に絵を描く時間なんかないっていう方は困ってしまいますよね。以前に忙しい人が毎日絵を描く方法という動画でお話ししましたが、小さいスケッチブックと簡単なペンなどを持ち歩いて、で少しの時間に絵を描くというのも一つの方法です。通勤通学の電車やバスの中、お昼休みとか休憩時間ですね、それからお仕事の合間とか、5分でも10分でも数分でも少しずつ絵を描くことで大きな違いができます。でも数分とか5分とか10分とか、そんな短い時間に何ができる。絵を描くにはパッションが必要で、少なくとも数時間のまとまった時間が必要だなんておっしゃる方もいらっしゃると思います。私もそんな風に思っていたことがあります。でこの小さいスケッチブック1ページ目、2018年の10月って書いてありますが、短い間に仕上げたものです。なんかこれとか仕上がってる感じですけど、それから次のページはこんな感じです。こんなのほんと数分で書いたんだと思います。これ私自身が見てると、なんか続きが思い浮かぶんですよ、疲れている時でも。だから疲れてない時に、まあ時間がないとね、落ち着くことができないん でアイデアも半減しちゃうってこともあるんですけど、まあそういった半減したアイデアをの積み重ねで、時間がない時、疲れている時なんかにコツ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 書いていくと、作品が完成したりすると思います。で短い時間に絵を描くって私も最初できなかったんですけど、慣れると結構描けるようになります。私の場合ですけど、なんでまとまった時間がないと描けなかったかっていうと、今思うと落ち着かなかったんですね。多分
もう1分しかないとか、30秒しかないとか。で、今の私は30秒あるから30秒でできることをやろうって考えるので、割と、まあ10分とかあるとかなりいろんなことができるようになりました。だから中途半端なスケッチって、修作になるんですね。だからある日に数分間しか絵を描くことができなかったとしたら、次の日とか翌々日とかいつでもいいですけど、また同じページを開いて描き足していくってこともできますよね。もしくはその日の終わりの夜にまた修作の続きを描いていくというのも一つの方法です。昼間数分描いて、夜30分描いて、で翌日また数分描き足してと同じページに、そうすると結構描けるんじゃないかと思います。それで結構出来上がってきたら、夜とか1時間ぐらい撮れるんだったら、その絵を見ながら、その絵を元に、もし絵の具とキャンバスとかに描くんだったら、絵の具とキャンバスにその絵を元にして描いていくとかすれば、アイデアを出すっていう頭の労力は使わないので、また描いていくっていうことなんで、結構描けていくんじゃないかと思います。で、最初疲れていてできなかったことも、絵をたくさん描いているうちに疲れていてもできるようになっちゃったりします。まあ今話していたのは私の場合のことで、人によって一日のスケジュールとかもいろいろでしょうし、疲れている時にできることやできないことも違うと思います。なので具体的なことは人によって違うと思うんですけど、疲れている時は疲れている時にもできることをやって、疲れてない時に疲れている時にできないことをやるっていう工夫をするということで、忙しい人も効率的に絵が描けるんではないかと思います。絵を描くパッションすごい持っていても、もうすごい忙しくて絵を描きたいのに時間もエネルギーも残っていない、本当に辛いですよね。なので今日お話した内容が少しでもお役に立てたら幸いです。ということで今回の動画は以上です。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。